回さ、姫路市そうかな、それそうかな、これだよね、あ、もう来てんだ、よし、姫路までは来ましたけどね、ここからもう新幹線に乗り換えるっていうねことも考えたんですけど、3500円ぐらいなんですよね。で、播州和光行き乗ってあと5分か、これ乗ってとりあえず相生まで出ようかな。相生まで出てしまえば基本的には1000円ぐらい安くなるんですよ。一駅間になると新幹線って安くなるんでね、その裏技を使おうかな、どうしようかな。でもね、もう35分でしょ、あんま迷ってる暇はないな。7番線、いやー、こっちは43分、43分ってこと考えると、その後来るのがしばらくないのかもしれんな。43分、これで岡山まで出てしまったものがいっか、悩みどころではあるけど、まあどうせなら愛用駅使ってみたいっていう手もありますんでね。姫路はまあご覧の通りだいぶ混雑してますからね、ちょっと相生まで頑張って出るか。よし、なんだったっけ、阿保市だとダメなんだよな、阿保まで出ないとね。だから7番乗りか、こっち側ですね、あ、行き着く時間はねえか、15分、7分だとちょっと駅そばは難しいか。ここの姫路といえば駅そばですもんね。チャレンジする、ご注意ください。